ジョン・ヒューストンは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優。メキシコの EN、プエルトバジャルタにある、ヒューストン像父親は、俳優のウォルター・ヒューストン。ミズーリ州にて、俳優一家に生まれ、3歳の時から舞台に立つ。ティーンエージャーの頃はボクシングに熱中し、その後はメキシコを放浪して様々な職業に就いた。後に、ハリウッドに落ち着いて、 脚本を書くようになり、クロランの女や、ヨーク軍曹などの脚本を手掛けて、アカデミー賞ノミネート等の実績を積んだ後、1941年に、ダシール・ハメット原作の小説を映画化した、マルタの鷹で監督デビューを果たした。マルタの鷹は、ハードボイルド、または、フィルムノワールドの古典的作品と言われており、本作で主演を務めたハンフリー・ボガードを人気スターに押し上げた。 しかし、その頃から第二次世界大戦が激化するようになり、1942年に陸軍に入隊。通信隊に配属され、記録映画を4本監督した。1948年、ハリウッドに戻ると、ワーナーブラザーズの下で黄金とキーラー号を発表。黄金は、 その年のワーナー社における最大のヒット作となり、アカデミー監督賞と脚色賞を受賞。父親のウォルター・ヒューストンには、アカデミー助演男優賞をもたらした。また、キーラゴでは、クレア・トレバーに、アカデミー助演女優賞をもたらしたものの、ワーナー社の勝手な無断編集に激怒し決別すると、MGM と契約し、犯罪映画の近似投的作品となる、アスファルトジャングルを監督した。 1951年にアフリカの女王を発表。デビュー作から何度もタッグを組んできたハンフリー・ボガードと初タッグとなるキャサリン・ヘップバーンの共演とあり、映画は大ヒット。ボガードに初のアカデミー主演団優勝をもたらした。しかし、その頃のハリウッドにおける赤狩りに嫌気がさし、翌年にはアイルランドに移住してから赤い風車を監督し、 再び大ヒットを記録した。1956年、長年映画化を望んでいた、白芸を発表。暗いテーマのため工業的には失敗したが、批評家からの評価は高く、後年にはスティーブン・スピルバーグのジョーズが公開され、コンセプトが似ていることから再評価されるようになった。1958年の黒船では日本でロケを行った。 その後もコンスタントに作品を発表し、西部劇、許されざる者では、オードリー・ヘップバーンをヒロイン役で起用、アラウマと女では、本作が遺作となったクラーク・ゲーブルとマリリン・モンローを起用して大ヒットを記録した。俳優としては、壮年期以降、個性的なバイプレイヤーとしていくつかの作品に出演している。1963年の数奇鏡では、 ゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞し、アカデミー助演男優賞にノミネートされる。1974年のフィルムノアール映画、チャイナタウンでは、ジャック・ニコルソン演じる私立探偵、ジェイク・ギテスの前に立ちはだかるゲスで非道な、ロサンゼルス正解の悪役のアクロスをふてぶてしく、演じ切り、映画史に残る悪役に仕上げた。他にも、自分の監督作品にも出演しており、 天地創造や零零7カジノロワイヤルにも出演している。1975年にショーン・コネリーとマイケル・ケインを主演にした王になろうとした男を発表し、再び高い評価を獲得。1985年にはブラックコメディ映画女と男の名誉を監督し、娘のアンジェリカ・ヒューストンがアカデミー助演女優賞を受賞。親子3代で、 オスカー受賞を達成した。また、自身も、監督賞にノミネートされ、当時79歳で最高齢記録を受立した。晩年、遺作となる、ザ・ゲット・ダブリン市民より、を息子、トニー・ヒューストンによる脚本で監督。長年ヘビースモーカーであったために当時はすでに、健康的にもかんばしくはなく、常に、酸素吸入器をつけながらの撮影だった。 撮影終了後の1987年8月28日、廃棄種により81歳で他界した。本作は死後に公開された。男性的で骨太なタッチの作品が多く、また目的を持って行動する主人公たちがトロの果てに挫折していくというストーリーをしばしば取り上げることも特徴であり、欲望に目がくらんで自滅する。 黄金探しの山市を描いた黄金や一角千金を夢見て犯罪計画を立てるも失敗するものを描いたアスファルトジャングル自然との無謀な争いを描いた白芸王になろうと冒険した男たちを描いた王になろうとした男といった作品が最もたる例である。また恋愛物では戦争中における自然の極地を舞台にすることが多くジャングルが舞台である。 アフリカの女王や無人島が舞台となっている、白い砂がある。生涯で5回結婚している。そして一度の死別を除いた4回はすべて離婚した。人間、5回も結婚すべきでないと晩年に、反省の弁を残している。2人目までは、映画界と無縁の女性だが、3人目は、女優イブリンキース。4人目が、バレリーナ、リッキー・ソマ。リッキーの自己死後、 5人目の妻は、メキシコ人女性。70歳を過ぎても、自分の子供のような年齢のメキシコ人女性と同棲していた。リッキー様との間の娘、アンジェリカ・ヒューストン、俳優ゾーイサリストの子、ダニー・ヒューストーンは、俳優となった。また、豪快な性格であり、アフリカの女王ではロケーション中に映画撮影を放り出して、 狩猟に没頭してしまうなどの奇想天外なエピソードを多く残し、後年にはキャサリン・ヘップバーンに自伝で批判された上に、クリント・イーストウッドが本作でのエピソードを映画化するほどであった。自身のデビュー作から何度もタッグを組んできたハンフリー・ボガードとは生涯の親友であり、ボガードの葬式では弔辞を呼んだ。白芸にシンプル役で出演したオーソン・ウェルズとも監督デビューが、 同年ということで仲も良く、自身の晩年には、ウェルズの監督作品である、風の向こうへ、に今度は自分が役者として出演したが、ウェルズの死により、未完のまま終わってしまった。脚本家としてデビューした頃、ハリウッドのサンセット大通りを車で走行中に、人身事故を起こして相手方を死亡させてしまったことがある。裁判では、無罪となったものの、ショックで、 ロンドンやパリに引っ越し、放浪の暮らしをしていた時期があった。シャトー・ムートンのラベルデザインを手掛けた。ヴィンテージは1982年。日本では1987年にサントリー・オールドの広告に起用されたことがある。くしくも本人が他界した年に、都内並びに大阪市内の鉄道の駅構内に掲載されている。本来はプロデューサーが受け取り人である。 作品賞の受賞、ノミネートも含む、ありがとうございます。